こんにちは、真田光明です。今日はですね、バリ島より時間がないから副業できませんの改善方法とはについてお話しさせていただきますね。障害ランク2、時間がないからできません。個別相談の中で多いできない理由ランキング、お金がないからできませんの次に多いのはですね、時間がないからできませんということです。今年も引き続き成功イコール幸せ目標への障害ランキングワースト2位に入ることは必須ですよね。けれども本来ですね、全員に与えられた24時間というのは同じはずなのに、どうしてこうして差が開いてしまうのか。サラリーマンが副業ビジネスで稼ぎたい、物販を始めたい、サービスを始めたい、情報販売始めたい、でも時間がないからできません、そうおっしゃるんですね。けれどもなぜか世の中にはですね、同じサラリーマンの中でも副業ビジネスで稼げている人たちもいるわけなんです。地球が僕たちに与えてくれた1日24時間は平等です。なぜ時間がある人、ない人、分かれてしまうんでしょうか。3つの行動時間からなる24時間について、誰もに平等に与えられた1日24時間の内訳ですね、大きく分解すると、1、必需行動時間、2、拘束行動時間、3、自由行動時間、必需、拘束、自由のですね、3つの行動時間から成立していることが分かるわけですね。政府機関などの統計でもですね、この3つの時間から統計などが発表されてますよね。3つの行動時間に時間問題解決のヒントがあるかというところを検証していきたいと思います。その1、必需行動時間。僕たちが個体を維持向上させるための行動です。必要不可欠性の高い行動ですね。睡眠、食事、身の回りの用事、療養、静養などからなるですね。僕たちの必須行動時間は24時間の中の平均何時間費やしているか、平日、休日、それぞれを一度書き出してみてほしいんですよね。その2、拘束行動時間。家庭や社会を維持向上させる行動、義務性、拘束性の高い行動、仕事関連、学業、家事、通勤通学、社会参加などに費やす時間、サラリーマンの就労、副業に費やす時間、掃除、洗濯、炊事などもこの区分ですよね。平日と土日それぞれですね、拘束行動時間に何時間かけているか、一度書き出してみてほしいんですね。その3、自由行動時間。人間性を維持向上させる行動に費やす時間です。自由裁量性の高い行動、マスメディア接触、積極的活動であるレジャー活動、人と会うこと、話すことが中心の会話、交際、心身を休めることが中心の休息からなりますね。SNS、Twitter、YouTube、視聴もこの区分です。平日、休日、各何時間かけてるか。男女関係においては、恋人同士の時は自由行動時間に属するんですけど、結婚式挙げてですね、席を入れた瞬間に自由行動時間から拘束行動時間にシフトする概念が日本では大半ですよね。これは不思議な現象です。僕の場合は奥様は永遠の恋人としてですね、自由行動時間に属してます。必須行動時間、拘束行動時間、自由行動時間、全ての人間は与えられた毎日24時間の中でですね、3つの行動に時間を費やしています。それぞれの時間の使い方を分析すると、同じサラリーマンでもですね、時間がないからできませんという人と、副業で着実に稼いでいる人、両方の違いが見えてくると思うんですね。サラリーマン、経営者、それぞれの24時間についてです。調査機関の発表に基づくと、普通のサラリーマンの24時間の使い方はですね、必須行動で9時間35分、拘束行動で10時間36分、自由行動で3時間22分、拘束行動時間カウントの就労に平均10時間は費やしてるんですね。自由行動時間が平均3時間ぐらいしかなくて、副業ビジネスを行う場合ですね、まずは自由行動時間から捻出することになるわけですね。一方で会社組織に属さない経営者の24時間の使い方は、必須行動11時間40分。これはサラリーマンに比べて2時間5分多いです。拘束行動時間3時間2分。これはサラリーマンに比べて7時間34分少ないです。自由行動時間8時間30分。これはサラリーマンに比べて5時間8分多いですね。サラリーマンと比べて拘束行動時間が7時間も少ない。その分、必須行動と自由行動に配分が可能なわけなんですね。時間と場所の自由の正体、サラリーマン24時間は、高速行動に費やす10時間36分はほぼ削減することができないので、残りの3時間22分の自由行動時間と9時間35分の必須行動時間をどう使うかが明暗を分けるわけなんですね。自分の自由を削って副
業ビジネスに当てるか、睡眠時間を削って副業ビジネスに当てるか、1日4時間どちらから捻出するかって形ですよね。上手に隙間時間を捻出して行うこと。サラリーマンが限られた24時間の中で副業ビジネスで稼げるようになるためにはですね、やったりやらなかったりではなくて、日々の就労と同じく、いかに毎日一定の時間を副業ビジネスに淡々と費やせるか。塵も積もれば山となるとですね、戦わないと成果そのものが出ないし、継続もできないわけなんですね。日がけ、月がけ、心がけ、限られた24時間の中、サラリーマンが副業ビジネスで稼ぐためには、自由行動と必須行動から捻出した毎日4時間をですね、インプット勉強に充てる時間は全くないわけなんですね。 100% この4時間をアウトプットに使う必要があるわけなんですね。するとインプットは高速行動時間の中で上手に隙間時間を捻出して行うことに、これが僕の過去のパターンでしたよね。サラリーマンが本業で1日10時間も就労の拘束時間に当ててですね、副業で1日4時間も費やし続けてるとガチで辛いです。だから極力ルーチンの作業部分は在宅の外注さんとかにお願いしていくことが必須になってくるんですね。今の時代、外注が使えないサラリーマンは稼げないと思っても過言ではないと思います。お仕事が繰り返しかした時点ですぐに外注をする、この発想ですよね。次に、凡人でもできる再現性だけを重視という部分です。サラリーマン副業は基本ですね、いつでもどうでもできるですね、パソコンでやることになるんですけれども、外注にお願いする簡単な方法、4時間費やす毎日の副業作業、例えばですね、無料の Zoom を立ち上げて、作業項目ごとに自分がやってることを画面収録していくわけなんですね。ブツブツ一人で今僕がこうやって喋ってるみたいに、自分の作業を説明しながらこの動画を外注さんにそのまま渡すだけです。例えば僕が所属している地下ソサイティではですね、現役サラリーマンたちも普通に外で海外法人を設立して銀行融資でお金を作る、で新規創業融資獲得、副業物販ビジネスでやりながらですね、金利を返済しながら信用創造ゲームに励んでいらっしゃいます。このゲームの素晴らしいのは、右肩上がりを目指さないで横ばいでも着実に現金が増えていくことですよね。おのずとサラリーマンが副業ビジネスを始めるときはですね、自分の才能じゃないとできないことはやめて、凡人でもできる再現性だけを重視した方が良いわけなんですね。なんでかというと、自分自身の才能っていうのは外注さんにお願いできないからです。副業で稼げないサラリーマンの実態、才能だけで稼げるようになってしまうとですね、実は自分が全部やらなきゃいけないので時間が捻出できないんですね。すると選択肢っていうのは物販ビジネス一択になってくると思います。初めのうちはね、信用創造も活用して、好きを仕事に、得意を仕事に、やりたいことを仕事になんてしてしまうとですね、自分の才能だけで副業をやることになってしまうんで、副業の世界でも稼げなくなってしまいます。嫌いで苦手でやりたくないことだとしてもですね、ゆくゆく外注にお願いできる再現性だけを重視した副業を始める方がですね、結果として自分のゆとりにつながるわけなんですね。与えられた24時間は誰でも平等で同じなのに、副業で稼げないサラリーマンの実態はですね、高速行動10時間の中の隙間時間はぼーっとして、自由行動と非通行動からようやく捻出した4時間でさえですね、副業って言いながらただただ勉強するだけのインプットの勉強ですよね。ひどい場合、スマホアプリゲームとか全く関係ないことをやってしまいます。時間がないのは必然ですよね。副業ビジネスを始めるなら、何かを捨てたり削ったりしなければならないんです。自分の好きで得意でやりたいことだけやっていたらですね、貴重な毎日の24時間はすぐに終わってしまってですね、前進はないわけなんですね。やりたいことだけではなくて、他人から求められることに集中してやらないとですね、全く変わりません。永遠に時間がないからできません、その状態のままになってしまうんですね。考える時間は就労時間中の隙間時間です。お金がない、時間がない、結局はみんな不満はあってもですね、現状を維持する方が楽だからそうしているだけなんです。自分は思っている以上にお金と時間がない人生が必然である行動だけを取ってしまっているんですね。それで不遇なのを運とか大殺界とか天中殺とかね、そういうもののせいにして自分を保護しているだけなんですね。ありのままの自分がそのままなんです。現状に不満を抱きながらもですね、生きられてしまうから、毎日の行動時間の配分を変
変えるほどの大きい不満には至らなくてですね、どうでもいいことを考える時間に費やしてしまっている方が多いわけなんですね。暇があると行動しないための言い訳ができないからですね、あたかも忙しく振る舞っているだけという場合も多いです。副業で何が最良か、真剣に検討しているふりをしているだけなんですね。サラリーマン24時間の中で最良なのはですね、銀行融資でお金を作る、新規創業融資で原資を獲得する、金利を支払い続けるためのネット物販、そしてそのための毎日アウトプット4時間、考える時間は就労時間中の隙間時間一択なんですね。選択肢があるとすれば、国内仕入れ国内販売のロイ式物販系か、国内仕入れ海外販売なんですよね、ケータ式物販系か、実はそれくらいしかなかったりするんですね。サラリーマン24時間でたった一つの副業ビジネスを立ち上げてですね、マネージメントできない人が仮に独立起業してしまったところですね、就労の給料以上のお金を稼ぐことはできないんですね。何のビジネスをやればいいか見極めることもできません。時間の使い方が下手なわけなんですね。何よりも自己管理ができていないわけなんです。この場合、独立してしまってもですね、毎日インプット目的のセミナー参加し続けたり、 YouTube をたらたら見ているだけですね、終わってしまうわけなんですね。稼げるビジネスほど数年間に沈む泥船です。独立起業したら時間がたくさんあって、たくさんビジネスできるだろうというのは間違い、気違い、勘違いです。自分が労働経営者としてですね、まともにできるビジネスは2つが限界なんですね。その2つに何を入れるか、これを厳選して日々のアウトプットのルーチンに励むことになるわけなんです。社員さんとか外注さんを雇ってもこれは同じです。収入は副業サラリーマンの方が着実です。仮にたくさん稼げるビジネスを見つけて稼げるようになったとしてもですね、独立起業は慎重にしてほしいですよね。大きく稼げるビジネスほど数年間で必ず沈む泥船なんですね。何をやっても必ずうまくいく考え方、脳の OS、 成功シンドローム OS、これと5ポケッツ、これを身につけてない状態でですね、独立起業してしまうと必ず沈むことが見えている状態でもあります。おそらく僕が見てきた中でも、やっぱり数年間経たずに元のサラリーマンに戻ってしまうっていう場合が多いわけなんですね。労働経営者のままだとですね、常に2つのビジネスに毎日4時間のルーチンかける2、そして毎日8時間当てるイメージですよね。ただし外注で再現できるネット物販で毎日 4、5時間、ブロガーなら毎日10時間、アウトプットに当てる時間がどうしても必要になってしまいます。するとサラリーマンで年収500万以上の人はですね、サラリーマンプラスネット物販の方が確実っていう場合が多いわけなんですね。掴めるリンゴは常に2つだけです。全てのビジネスは泥舟なんで、労働経営者ですね、2つ同時進行していくビジネスが稼げているうちに、次に取り組むビジネスにも常にアンテナを張り続けるんですけど、いきなり手を出すのは早計です。沈んできた片方を手放すかどうか検討し続けるわけなんですね。手放せた後で1つ新しいビジネスに取り組むわけなんですね。掴めるリンゴは常に2つだけ。資本主義社会で必要なのは資本イコール現金。サラリーマンのうちに就労10時間、ネット副業物販の4時間で銀行融資でお金を作るの信用創造で、口座の現金を十分すぎるほど積み上げてからですね、ゆっくりと独立起業しても遅くはありません。本当の意味で成功シンドローム OS、 そして5ポケッツの戦略術を習得できるのはおそらく5年はかかると思うんですね。サラリーマンを続きながら成功シンドローム OS と5ポケッツを習得実行しながらですね、銀行口座とバランスシート上の現金と、そして講師の自己管理能力を完璧に固めた状態で、時間がないからできませんと言い訳がただの1ミリたりとも出なくなった、そんな状態じゃないと独立起業してもですね、海の底にゆっくり斜めに沈んでいくだけかと思うわけなんですね。